カンナビジオール略称 CBD は朝に含まれる少なくとも113あるカンナビのドの一つ。主なフィトカンナビのドで朝の抽出物の計40%までの割合を占めることもある。商品名エピディオレックスとしてアメリカで2018年に医薬品に承認、欧州では2019年に承認。多くの試験から良好な安全性の特徴、 忍ぶ広姿勢があり、テトラヒドロカンナビノールのような典型的な効果はなく、乱用、依存、身体依存、体制は見られない。CBD は広く、医療への応用の可能性があるとみなされている、臨床報告によると、副作用が少なく、特に抗精神作用がなく、精神運動学習や、心理的な機能に影響がないことなどがその理由である。 医薬品としての知見が完了しているものがあり、また規制を緩和した国が見られる。薬物規制に関する国際条約による規制はない。健康食品や化粧品成分としても流通している。日本で流通しているものは、規制対象ではない朝の空気と種から抽出されている。健康食品としての CBD は、オイルやバーム、キャンディーなどに加えられ摂取される。 日本では2020年頃から、規制の輸入食品ではなく、CBD を輸入し国内で食品を加工する国産ブランドが台頭してきた。アメリカ政府が所有する特許、抗酸化物質、神経保護物質としてのカンナビノイド特許番号、663万507にリストされている物質である。ナビキシモルスは CBD と THC との比率が1。 一に近い蛍光灯予用,用スプレーである。この薬は多発性硬化症に伴う頭痛を緩和するために2005年にカナダ当局に承認された。エピディオレックスは難治性転換の臨床試験を実施した大麻から抽出された CBD の油脂配合物である。エピディオレックスは2015年7月にアメリカにおいてドラベ症候群などの治療薬としての 気象疾病用医薬品の指定を受け、治験は完了し、2018年に承認された。エピディオレックスは、欧州医薬品庁からも、2017年に、レノックスガス糖症候群など、治療抵抗性の転換の気象病用医薬品の指定、2018年に、血節性硬化症の同指定と、また治験が進行している。続いて、欧州では2019年9月に、 ドラベ症候群とレノックスガスト症候群に対して医薬品として承認された。日本では2019年に臨床試験という位置づけでエピディオレックスの使用が許可され、イマリアン内科大学が試験の申請準備を開始した。これに対し、日本転換学会、日本転換協会、日本小児神経学会、ドラベ症候群患者家族会は連名で、 早期承認を要望した。オランダでは、エコー製薬によるアービサルという傾向錠剤の知見大相性が進行しており、対象は転換と統合失調症である。また、FDA とエマは、新生児の窒息に伴う脳障害の治療に用いる気象疾病用医薬品としてカンナビジオールを指定したが、これに対する既存の医薬品はなかった。2018年には、 世界保健機関がカンナビジオールに関する科学的根拠の調査が完了し、治療の可能性を示すための初期的な科学的根拠があり、乱用や依存の報告はないとした。ドラベ症候群は治療の難しい稀な転換である。壊滅的な難治性転換で入児期に始まる。初期の発作は通常長時間にわたる発作で、2歳の頃には、 他の様々な症状が現れてくる。GW ファーマシューティカルズが大麻から抽出した液体状の CBD をドラベ症候群の治療薬として商品名、エピデオレックスは少なく、またドーパミン受容体への喫抗作用ではない新しい治療法の可能性を示した。2011年に行われた20盲検のランダム化比較試験では、 それまで治療を受けたことがない24人の社交不安障害患者と同数の健常者を12人ずつの4グループに分け、一方に 600mg の CBD を、もう一方には偽薬を投与して、人前でのスピーチを行ったところ、CBD を摂取したグループでは、偽薬のグループと比較して、不安と認知行動が優位に改善し、健常者のグループと比較して、評価に違いが見られなかった。 2018年には CBD を含有するスキンケア製品も様々に登場しているが人間での研究は初期の段階であり炎症性の皮膚病に可能性がある多くの試験から良好な安全性の特徴忍ぶ広し性がある人における CBD の安全性に関して行われてきた複数の小規模での研究では 1500mg に近い 3 0ラムまでの摂取量ならば、十分な忍ぶ広し性が認められている。毒性は、極めて高い投与量でない限り生理、生科学的に重要な効果を持たないといったことは、判明しており、すべての潜在的な作用が判明しているものではないが、比較的低い毒性である。THC のような典型的な効果やドーパミン有利、作用はなく、動物研究及び人で乱用。 依存、身体依存、体制は見られない。カンナビジオールは、時に倦怠感、下痢、食欲の変化を生ずる。エピディオレックスの添付文書では、眠気、不眠、睡眠の質の低下、食欲低下、下痢、倦怠感などが注意喚起されている。サティバシュの大麻の下水。カンナビジオールや、他のカンナビの移動を含む、猛状を時に覆われている。 カンナビジオールはカンナビノイド受容体の CB1 と CB2 に対し非常に低い親和性を示すが間接的な気候剤材として機能している。このことから CBD が THC の効果を減少させるのではないかと考えられるが逆に CB1 受容体の密度を上げたり CB1 受容体に関連した経路で THC の効果を上昇させる可能性もある。 カンナビジオルは、お上核や洗浄体に発現する、カンナビノイド受容体と見られる、GPR55G タンパク質共役型受容体の喫光剤である。また、CBD は 5HT1A 受容体の部分アゴニストで、この性質が、抗うつ、抗不安、神経細胞保護などの CBD の作用に関わっている可能性がある。 CBD は μ およびデルタオピオイド受容体の間接的な作動薬でもある。CBD の薬理効果はパリのアゴニスト、細胞内カルシウムの放出に起因する。CBD は脂肪酸アミド化水分解酵素を抑制することで体内で生成されているアナンダミドなどの内因性カンナビノイドの濃度を上げることによって薬理作用を生じさせているようである。CBD の代謝物にも 薬理作用があり、CBD の生理作用に貢献していると推測される。カンナビジオールは THC のクリアランスを減少させ、THC の結晶濃度を適度に上昇させ、受容体に利用可能な THC の量を増加させ、容量依存的に THC の効果を助長するという全臨床的な証拠がある。それにもかかわらず、人に関する証拠では、 THC 結晶レベルに対する CBD の優位な効果を示唆していない。カンナビシオールは、シトクロム P450 のサイプ 3A とサイプに C 酵素を阻害することによって THC の効果持続時間を伸ばす可能性もある。カンナビジオールの製品であるエピデオレックスの知見では、他の抗転換薬との相互作用は、クロバザムを除き血中濃度の変化は許容範囲内であった。 カンナビジオールを代謝できる酵素は、サイプ 1A1、サイプ 1A2、サイプ 2C9、サイプ 2C19、サイプ 2D6、サイプ 3A4、サイプ 3A5 である。カンナビジオールは水溶性ではないが、ペンタンなどの有機溶媒には溶ける。室温では透明な結晶の個体である。強塩基性媒体及び空気中では、機能に酸化される。 カンナビジオールの構成は、いくつかの研究グループによって達成されている。朝は、クブダシンターゼが、セカシンターゼの代わりに触媒作用を行う、最終段階まで、THC と同じ代謝経路を介して、CBD カルボン酸を生成する。カンナビジオールと THC の生合成転挙、ながらじゃ、コディハリー・ナンジャッパ、新シ,シス・オブデルタ -3。 カンナビジオールザ・ディライブド・リジット・アナラックス、アリゾナ・ユニバーシティ1987以前は THC の量が多ければいいと考えられていたが、2008年にアメリカで成分検査のためのラボが誕生し、2009年には CBD が THC に比べて比較的多い品種が見つかった。中には痛みに効いたが搭水しなかったという声もあり、2010年には 大麻薬局に持ち込まれるようになった。そして CBD オイルが登場することとなり、それはリック・シンプソンオイルの名でまだ THC の多い初の製品が出回った。2018年よりカンナビジオールは世界ドーピング防止規定の禁止薬物から除外されるが一部のアスリートは鎮痛を目的としてカンナビジオールを利用している。THC は禁止であるため、 thc も多く含有する製品の検査前の使用は薬物検査に失敗する恐れがある。これまで米国の栽培者による品種の選択的な栽培は大麻の cbd 有量を劇的に低下させてきた。顧客がより高い thc より低い cbd 含有量によって得られる、より精神作用の強い品種を好んだためである。現在、患者らの需要により、 栽培者たちは CBD が多く含まれる品種を栽培している。カンナビジオルは抗生新薬に関する条約によって規制されておらず、2018年の審査にても国際規制下に置かないことを決定した。CBD はマリファナの THC に関連する高揚感を引き起こさない。医学的。 カンナビノイドとの違いに関する理解と法整備が進展するにつれ、医療マリファナを医療 CBD と区別することがますます重要になるだろう。様々な品種、系統の医療大麻は CBD と THC の比に大きな多様性があり、他の構成申請のないカンナビノイドを含むことが知られている。CBD を抽出する目的で使用される植物材料が 朝と考えられているのか、マリファナと考えられているのかを科学的に判断する。材料は植物の形態ではなく THC の量である。あらゆる精神活性マリファナは、その CBD 顔料に関わらず、サの花に由来する。米国での基準として、精神作用のない朝は、その CBD 顔料に関わらず、成長しているか否かに関わらず、 乾燥重量比で0.3%以下のデルタマイナス9テトラヒドロカンナビノール濃度しか含有しない朝である。朝の合法的な栽培と生産には一定の基準が必要でコロラド州産業朝プログラムは工業用朝及びサンプル作物の生産者を登録して THC 濃度が乾燥重量基準で0.3%を超えないことを確認している。 日本では種子や茎から抽出された CBD は規制対象ではない。CBD は日本法における規制対象物質には含まれておらず、大麻取締法の第一条は、歯と下水、その製品を規制しており、種子と茎、その製品を除外しているためである。健康食品として扱われているが、含有量の少ない部位から抽出しているため製品は高額となり、 健康保険も適用されない。2020年時点で THC を含有する製品については大麻由来か確認できないため大麻研究者などの許可がなければ原則輸入できないとしている。アメリカ2013年にシャーロッツウェブを特集した CNN の番組は米国内の CBD の含有量が多い朝の需要を増加させた。 ケンタッキー州では2013年に法律が制定され農作物の市場を失っているタバコ農家を支援する経済開発プログラムとしてその州で朝農業を促進した2014年農業法の条項に同意しケンタッキー州などの朝生産を合法化した2015年までにカリフォルニア、コロラド州、インディアナ州、メイン州、モンタナ州、ノースカロライナ州 ノースダコタ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、テネシー州、バーモント州、ウェストバージニア州を含む少なくとも12州が産業用大麻の生産を合法化した。コネチカット州、デラウェア州、ハーイ州、イリノイ州、ケンタッキー州、ネブラスカ州、ユタ州を含むパイロットプロジェクトや研究のための産業用大麻の栽培を認可する法律が 他の多くの州で成立した。さらに、全米州農務省協会及び全米衆議院協議会は産業用大麻の商業生産を許可する連邦規則及び規制の改正を支持する決議を採択した。スウェーデンカンナビジオールは医薬品に分類される。オーストラリア大麻に含まれる他のカンナビノイドの2%以下を含有する治療用医薬品に含まれ、これは thc と組み合わせた経口粘膜粉無製剤で多発性硬化症による重度の痙攣の軽減に利用できる。2016年12月31日現在、医療目的で使用されているカンナビジオールを含む製品は英国の規制機関である医薬品及びヘルスケア製品規制機関によって医薬品に分類されている。従って CBD 含有製品が 医療目的で使用されている場合、販売される前に製品ライセンスを取る必要がある。欧州欧州連合司法裁判所は2020年11月にカンナビジオールは規制の範囲ではないとの見解を示した。大麻の繊維と種子のみを許可するフランスで大麻層全体から抽出されたカンナビジオールを扱った裁判がきっかけとなった判決である。 タイマスを全体から抽出したカンナビジオールは、もはや農産物ではないため、麻薬に関する単一条約の規制する範囲ではなく、また現在の科学的知見から健康に有害ではないため、科学的データを書いたまま規制を課せば、人類の健康と福祉を保護するという条約の目的に反することになるとの見解を示した。カンナビジオールは EU 新規食品カタログ、 EU 化粧品成分データベースに掲載されている。これは、単理、または合成の CBD にのみ適用され、CBD を含有する素性の朝抽出物や、賃金には適用されない。ヨーロッパ産業用大麻協会は、EU における規制枠組みを示唆するポジションペーパーを発行した。いくつかの品種の産業用大麻は、西ヨーロッパで合法的に栽培することができる。 フェドラ17などの品種は1%以下のカンナビジオールと約0.1%未満の THC を含むカンナビノイドプロファイルを有する。ありがとうございます。